はいどうも、ライホンです。さあ、やっていきましょう。マルさんですね。まあ、リーチが、傷で相手だが。まあまあまあ、頑張って。あー、空砲入んねえか。空下、受け身読みの横島。これ強い。これ強いんだよ。さあ、復帰して当たんない。が、今のは空砲選択した方が良かったね。さあ、レッキやっていく。まあ今のはね、もし、まあ、シードされても良かった感じ。さあ、空砲ブンブンしていく。これがなかなか怖い。欲強化、ジャスカされるか、もう一回、リベンジで当たる。これ、当たるんですね、これ。空母からの欲強はほんまに強い。で、空母でバースト。よろしいね。やっぱ空母ブンブンするってね、割といい。割とね、無駄行動じゃない。まあ、相手にもよるけど、なんか割といいよ。さあ、復帰阻止していったが、まあ、ギリギリ暴れられると。さあ、ジャックからの引き空母。さあ、ウエスマー、今のは反応よろしいな。もう一回です、オッケー。なんかパーフェクトな試合やな、これ。さあ、おじさんと言ったら、次はおばさんを使います。さあ、レオレタ使っていきますが、このカード、最悪っすね。このカード最悪っすね。さあ、まあ、横尾連打なんですけど、これもなかなか強いと。対策されないとね、ほんまに強いけど、最近は対策されてきてっていうか、なんか、俺が当たる間が来い。なんか対策してて、全然当たんないですけど。最近、レオの調子悪いんだわ。多分この頃、割と全盛期やけど。さあ、復帰阻止展開ですけど。さあ、クエヌ。さあ、いろいろ怖かったね、今のは。助けてもらった感があるわ。ここの壁って、貼り付けたっけ？どこでもいいんだっけ？まあ、割と今のは危なかったと思う、俺的に。さあ、何がしたい、この、まあ、やっぱね、飛び道具とかで、ね、松系のタイプはなんか、あれやね、肉弾戦がないんで、実況には不向きかもね、ある意味。まあ、みんなビオネッタ嫌いから、ね、絶対ビオネッタでもサムスのゲーム、そういう意見。今のは違うわ。今のウェブビーじゃないわ。さあ、しっかり下から復帰していく。頑張って助けられるっていう。なかなか事故ってますね、ある意味。さあ、横須賀の中にギリ届かんけど、割とビオネね、横須賀強いから、振ってていいと思う。場合によるけど。さあ、降りていって、DA ね、強い。まあ、ウェビーはこのパーセントはないけど、そろそろチャージショットね、警戒していきたい。さあ、メテオ怖いな。さあ、外側に反転で追い出していく。さあ、今のは、なんだろうな、クラウン空上のかなの暴発。さあ、空砲でバースト。さあ、まあ、しゃがんでるの、青じゃねえから。下京とかで、ね、ああいう松があるから、ね、っていう、保険をかけていく。さあ、上、逆ですね。ダメだ。さあ、上行きたい。空砲。さあ、危ない。おう。ウィッチ連打していく。ウィッチを連打していくが、まあね、別に全然していいと思うんで。さあ、当たんない。ウィッチ。で、回避していく。さあ、怖いな。まあ、即中できればいいんですけど。さあ、ウィッチで回避していく。しかし、当てられない。さあ、ウィッチ、バッドポイズン。さあ、これは、なかなか、デオの特性を生かしてるような。さあ、ウィッチタイム、ウエスマ。どんだけウィッチが刺さる。ウィッチタイム、ウエス、横スマか。ウィッチタイム。さあ、3試合目。まあ、今回は、おじ、おばおじということでね、おじを使っていきたいと思います。さあ、俺は剣が大好き。さあ、空上ヌ。なんとかね、場所悪かったんだけど、当てれましたね。さあ、空母はちょっと高度が高すぎた。割とね、高度調整いるよね。さあ、先端、空上先端を当てれるね、ファルコン上手いですからね。さあ、しっかり、復帰阻止して、ガー受け身取れないっていうか、何やのかの、なんだあのかの、なんか、闇が分かった。てか、まあ、助けられたということで、あれは守ってきなかった。さあ、空上で暴れていく。まあ、掴みたいが、なんでみんなこれ、ああいう掴み避けるんかな。俺絶対に避けるやんだけど、みんななんか、俺が掴みたい時に、なんか避けてくれる。多分、俺が単純なんやろ。さあ、怖い。さあ、空上で復帰阻止。おっと。おっと、半角怖かったから、これあそこのカード絶対闇あるわ。なんかデコってるやん。さあ、復帰阻止展開だが、あっと横 B で、華麗に持ってたけど。さあ、怖いな。まあ、しっかり絡めていく。クーエヌ。さあ、怖い。おっと、届かない。
お前が死ぬんかー。